6月8日、土曜日対バンコクのインパクトアリーナにて開催されたワン167、フェザー級キックボクシングの一戦で、ワン初参戦の元 K12 階級制覇王者、ノイリー・マサーキ、日本、チームバジレウス、が、元ルンピニー王者で元グローリー王者、現ワンフェザー級キックボクシング3位のシッティチャイ・シッソン・ピーノン、タに判定負け。 そのノイリとセコンドのタケルが自身の SNS に敗戦後の心境を綴った。フォト動画、ノイリが苦戦、シッティチャイのアッパーストレートで顔が跳ね上がる試合では、1R 序盤から多彩な蹴りを見せるシッティチャイに対し、ノイリはガードを固めて前進し、ローや左ボディを入れていく。2R 終盤にはノイリの右ストレートが2度3度と顔面を捉えた場面もあった。3R。 前蹴りや左ストレートで距離を取るシッティチャイに対し、ノイリはノーモーションの右ストレートを当てるなど追い上げるも、シッティチャイはノイリの得意な距離にさせず。シッティチャイが判定3対0で勝利した。試合後、ノイリは自身の X に応援してくれた皆さんすみません。ワンデビュー戦、負けました。シッティチャイ選手強かったです。この負けをしっかり受け止めてもっともっと強くなって帰ってきます。とし、 インスタのストーリーズには本当にチームのみんなから助けてもらいました。負けちゃったけどバジレウスで良かったと心から思える挑戦でした。俺はこのチームで世界最強を証明すると新たな決意を綴った。ファンからはねぎらいの言葉やさらに強くなるの入り選手を楽しみにしてますと次戦への期待ファイトスタイルが最高。 全然通用してたベルトに手が届くとも思えた試合でしたと賞賛の声も寄せられた。またたけるは結果は残念だったけど日本人としてワンのこの階級に挑戦することがみんなに勇気与えてる。ここから正明の強さをワン仕様に変えていくだけ。一緒にもっと進化して世界に日本人の強さ見せつけようと励まし、自身も気合い入った。次は必ず一緒に勝つと必勝宣言した。 この日、同大会で勝利したロッタンがタケルに対戦要求。実現なれば、タケルとノイリと同じ日の大会に出るとなれば大いに盛り上がるだろう。ノイリはワンデビュー戦で世界の壁の高さを知る結果となったが、ワン公式のスコアカードによると、1R と 2R はジャッジ3社とも10月9日、シッティチャイと押されていたものの、3R には1社が10から10、2社は10の9でノイリにつけている。 しかし、三者のジャッジともトータルでシッティチャイにつけ3対0の判定結果となった。K1 のリングから1のケージでの試合となり、老快なシッティチャイを相手に判定まで持ち込む検討を見せたの入りのさらなる進化を楽しみにしたい。